外地朗読劇場宮沢賢治作「オツベルト像」ある牛飼いが物語る第一日曜「オツベルト来たら大したもんだ」「稲こき機械の6台も据えつけてノんノンノンノンのんのんののん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 ,のん と恐そろしない音を立ててやっている。16人の百姓どもが顔をまるっきり真っ赤にして足で踏んで機械を回し小山のように積まれた稲を片っ端からこいていく。わらはどんどん後ろの方へ投げられてまた新しい山になる。 そこらはもみやわらから立った細かなちりで、変にぼーっと黄色になり、まるで砂漠の煙のようだ。その薄暗い仕事場を、オスベルは大きな琥珀のパイプをくわえ、吹きらをわらに落とさないように、目を細くして気をつけながら、 両手を背中に組み合わせてブラブラ行ったり来たりする小屋はずいぶん頑丈で学校ぐらいもあるのだが何せ新式稲子機機械が六台もそろって回っているからのん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 ふるうのだ中に入るとそのためにすっかり腹がすくほどだそして実際オツベルは そいつで上手にひるめしどきには6すんくらいのビフ的だのぞうきんほどもあるオムレツのホクホクしたのをたべるのだ。とにかくそうしてのん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 やっていた。そしたらそこへどういうわけかそのはくぞうがやってきたしろいぞうだぜ。 ペンキを塗ったのではないぜ。どういうわけできたかって。そいつは象のことだから、多分ぶらっと森を出て。ただ、何となく来たのだろう。そいつが小屋の入り口にゆっくり顔を出したと時、百姓どもはギョッとした。なぜギョッとした。よく効くね。え。何をしでかすか知れないじゃないか。 関わり合っては大変だから、ドイツもみんな一生懸命自分の稲をこいていた。ところがそのときオツベルは、並んだ機械の後ろの方で、ポケットに手を入れながら、ちらっと鋭く像を見た。それから素早く下を向き、なんでもないというふうで、今までどおり行ったり来たりしていたもんだ。すると今度は白象が、 片足床にあげたのだ。百姓どもはぎょっとした。それでも仕事が忙しいし、関わり合ってはひどいから、そっちを見ずに、やっぱり稲をこいていた。オツベルは奥の薄暗いところで両手をポケットから出して、もう一度ちらっと像を見た。それから、いかにも退屈そうに、わざと大きなあくびをして、 両手を頭の後ろに組んで、行ったり来たりやっていた。ところがゾが威勢よく、前足二つ突き出して、小屋に上がってこようとする。百姓どもはぎくっとし、おつベルも少しぎょっとして、大きな琥珀のパイプからふっと煙を吐き出した。それでも、やっぱり知らないふうで、ゆっくりそこらを歩いていた。 そしたらとうとうゾウがのこのこあがってきた。そして機械の前のとこをのんきに歩きはじめたのだ。ところが何せ機械はひどくまわっていてもみは夕立かあられのようにパチパチゾウにあたるのだ。ゾウはいかにもうるさいらしく小さなその細い目を細めていたがまたよく見るとたしかに。 少し笑っていたオツベルはやっとかくごをきめていねこききかいのまえにでてぞにはなしをしようとしたがそのときぞがとてもきれいなうぐいすみたいないいこえでこんなもんくをいったのだ。ああだめだ。あんまりせわしくすながわたしのはにあたる。 全くもみはバチ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 歯にあたりまたまっしろなあたまやくびにぶっつかるさあオツベルはいのちがけだパイプをみぎてにもちなおしどきょうをすえてこういったどうだいここはおもしろくないかいおもしろいねえがからだをななめにして 目を細くして返事してたずっとこっちにいたらどうだい。百姓どもははっとして息を殺して像を見た。オスベルは行ってしまってからにわかにガタガタ震え出す。ところが像はケロリとしていてもいいよと答えたもんだ。そうか それではそうしよう。そういうことにしようじゃないか。オツベルが顔をくしゃくしゃにして、真っ赤になって喜びながらそう言った。どうだ。そうしてこの像はもうオツベルの財産だ。今に見たまえ、オツベルはあの白像を働かせるか、サーカス団に浮い飛ばすか。 どっちにしてもまんえんいじょうもうけるぜ。